薬剤は、ライトナーに 10% だけ。はい、こんにちは。札幌占い美容師さん山梨のことです。はい、チューブ TV。 長さは伸ばしてるという、前髪とかは伸ばして、下はあまり決まってないんですよね。はい、で結構、お任せのモデルさんです。なのでパーマと、カラーで、カラーは中の方にちょっと明るいの入れて、表面は今ぐらいです。それにパーマをかけていこうかなと思います。まあ、そんな感じでやっていきます。はい、では今日やっていきます。はい、このようにかけていきます。できました。で、前髪です。はい、前髪にパーマ液をつけて、この時は危ないので目閉じてください。1個で巻きます。手にこのように泡を取ってコームにつけて、この時にあまり粗いコームだと、こういった時に絞った時にパーマ液が垂れちゃうんで、これでも垂れるぐらいなんですけど、1枚ペーパーで巻きます。前髪は後つけたくないんで、ツイストバンドですね。1,2,3,4,5 のツイスト、1個飛ばしがけです。はい、これですね。で、この状態でアールピニングしていきます。はい、アールピニングですね。具体的にアールピニングしていきます。こうですね。このアールピニングも動画を見ていただければあるので、過去の動画をちょっと遡っていただければわかるかなと思います。っていう感じなんですが、多分もう、まあ、ちょっと形上ピン刺してるんですけど、本来もうこれで流します。ちょっと早いんですけど、これで流します。もうなぜかっていうと、早く促進できるパーマ液と、もう最初につけちゃってるので、巻いてる時間のうちにもかかってるんですね。前髪だけちょっと弱いんで、前髪はちょっとしっかりかけていかないとなと思うんですけど、はい、今中間水栓がもう巻いて時間置かないでやったんですけど、まだ1時間経ってないんで、トラウマとね。で、ここでピンをしっかり刺していくんですけど、水栓して、ここからちょっとその時間を置きます。初めてここで時間を置くんですけど、ここで何で置くのかっていうと、ウェブのダレをなくしたりとか、髪がまだ正しい位置に動いてないので、このまま、自然乾燥させながらちょっとやっていきます。巻き方でちょっとクリープ巻きみたいな感じになってるので、クリープはしない、そんなにやらないんですけど、まあ、ガラス化をしながらちょっと熱は与えるぐらいな感じですかね。これで、ガラス化をしていきます。このまま時間をちょっと置きます。置いていきます。すごいカットしますけど大丈夫ですか。もう目薬何回目ぐらいですか？結構刺してます。やばいです、本当に。やっぱり目大きいと大変ですよね。僕ぐらいだとまず目薬刺すこと、ほぼ目薬がまず目に入んないっていう外れるんですよね。わかります？大きいとどっかに当たるじゃないですか。僕の場合だと全然違う横の方とかに行って目に入んない、なんか怖くて目つぶるじゃないですか。
や、つぶったら入らないじゃないですか。いや、そうなんですけど、もうなんか、もともと細いから入んない上に、目若干怖くてつぶっちゃうから、どっか違うところに行っちゃうんですよ。させませんね。なかなかさせないですね。で、飲み物なんですけど、ライチの紅茶と、あとうちオリジナルのカルピス紅茶っていうのと、元気が出るエナジードリンク、生エナジードリンクがあるんですけど、何がいいですか？全部怖い。全部変わってますね。はい、カルピス紅茶ですね、わかりました。じゃあそれでいきます。はい、こちらです。これがブドウの、すいません、こっちの宣伝室、これ黒松内のお水と黒松内の氷を使った、黒松内っていうのは北海道のとこですよね。知ってますよね。知らない、知らないですか。ちょっとこれで、でこのままちょっと、加温して時間をちょっと置きます。で僕は休む、この間に休みます。でこれで今時間を置いたので、これで乳液つけます。で乳液放置してる間にパラー作って塗っていきます。今パーマーがかけ終わって、でこの後にカラーをしていくんですが、結構ですね、急いでる時が特に荷材の放置タイムとかを急いじゃうと、荷材の放置タイムはもう漬け込んだんですよね。乳液に漬け込んで、加水濃度も若干上げてるんですけど、それぐらいしないと取れちゃうので、特にまあこの後カラーもやるので、なので結構急いでいいところと急いじゃダメなところっていうのがあるので、そこをポイントを掴んでやっていくと、2時間で結構いろいろできると思います。でこれからカラーに入っていくんですが、まずインナーカラーの方から入れていきます。どこに入れるかというと、まあ、いつも先ほどセクション取った耳と耳の付け根から反対の耳の付け根までのラインを、インナーから入れていきますね。薬剤は、ライトナーに 10% だけパウダー入れてます。まあ、パウダー入れないとほとんど分かんなかったりするんで、パウダーを入れてますね。まあ、パーマ後なんであんまりコーミングしたくないなとは思うんですが、ちょっとモデルさんの髪が引っかかりやすいので、ちょっとコーミングに時間がかかっちゃうんですけど、はい、ジャンボコームでライトナーに 10% のパウダーをのものを、根元をですね、ワープさせながらコームワープですね、動画を見てください。古い動画とかコームワープこういう感じですね。これでアンダーのセクションは一撃で塗れます。はい、でハケ使わないことによって、縦のラインが強調されますので、伸びてきた時のつながりも綺麗になりますね。はい、ちょっと引っかかりやすいんでちょっとあれなんですけど、コーミングした後は、パーマがかかってますから、取れないように元の位置に戻すようにしましょう。やっぱこの部分で、結構しっかり荷材をしっかり酸化させておかないと、すぐ取れちゃうんで、同時にやる場合はそうしてください。はい、でやる場合は、毛先からこうくるくるくるってやるんではなく、それだと内輪と外輪の差のところが、均一にならないんで、根元の方を持ち上げて根元の方からちょっと崩していきます。このような感じですね。はい、で、このように残しておきます。あとは、時短で全体を塗っていくんですが、他のところが、スローカラーのブルーとスローカラーのグリーン1対1です。それを全体に塗っていきます。でスローカラーのグリーンとブルーとかもリフト力結構あるんで9トンぐらいになるんですね。なので、結構根元、染料だけだと思って攻めちゃうと結構根も気にしちゃうんで、気をつけていかないと効
危険です。はい、ここを、コームワープしながら、はい、そうですね、このようにコームワープしながら、塗っていきます。まず一回全体につけるっていうような感じですね、イメージ的には。はい、このようにコームワープをさせて根元にグラデーションを作りながら、塗っていきます。塗料は若干多めにしておいた方がいいと思います。あとでネープの毛のところを、流すときに乳化してなじませるので、線を上げた状態で、はい、コームワープさせながら、こうですね、コームワープさせながら塗っていきます。カラーはスローカラーのグリーンとブルー一体です。こんな感じですね。はい、で反対のところも塗っていきます。この溶かす行為で結構パーマが取りやすいので、同時にやる場合っていうのは本当に気をつけていかないと、結構後で仕上がった時にパーマが結構だれてしまったりするので、特に今回のモデルさんはパーマが非常にかかりづらい髪なので、過去の履歴を聞いてもパーマかけ直しがをしてたということなので、結構まあ今時短でやってるのもあるんですけど、結構危険かと思います。なので、しっかり置くとこは置く、あとこのカラーの放置時間の形でもしっかりこう整えていかないと落ちちゃいますね。でこう今全体ついたので、ここから時間を計っていきます。で、その時間を計ってる間に綺麗に整えていきます。はい、まあ、ちょっとね、自信ない方は止めていただいた方がいいと思います。でここから、今度スライスちょっと薄めにして、テンションかかんない感じでこのようにコームワープさせて根元を塗っていきますね。この辺の罵声が酔っ払いの罵声半端ないですよね、今。怖いですね、やっぱり。治安悪いですね。でもなんか、そしてこのようになっていきながら、で、根元の方からカールを、はい、正しい位置に行くようにですね、ちょっとこう持ち上げてやっていきます。はい、今度またスライスを、約3センチぐらいのスライスを取っていきますね。はい、で3センチのスライスを取りましたら、はい、このような感じでコームに残った少量のやつで根元の方をぼかしていきながら綺麗に塗っていきます。そして根元の方からぼかして、こういうふうにほぐしながらですね、正しい位置に置いていきます。はい、今度また3センチのスライスを取ります。3センチのスライスを取ったら止めて、残ってる、この根元の薬をさらに根元の方に伸ばしていくような感じですね。新たに薬を取ってしまうと結構根元つきすぎてリフトしすぎてしまうことがあるので、気をつけてください。このような感じですね、根元の方をぼかしていきます。はい、今度最後ですね、この方はね、結構ステマ上げちゃった方がいいと思うんで、コームワープさせながら、はい、顔前の毛も結構染まりやすいんで気をつけながら、はい、コームワープをローテンションにしていきながら下から収めていきます。まあ、表面は結構ね、ムラになっちゃうと大変なんで、はい、ステムを90度に上げてコームワープをさせます。ここは少量の薬でやっていった方がいいです。結構あの表面パツッと出ちゃうと危ないので、前髪もちょっとですね、別に1回取った方が、前髪結構取れやすいんで前髪を別に取ってあげて、別にしてあげないと結局ですね、前髪取れちゃうのと、あと V ラインのところですね、この V ラインのところはちょっとパーマはまあ緩めなんですけど、別に取ってあげた方がいいです。あとはまとめてでいいんで、ちょっとポイントでかけたところはこのような感じに馴染むようにしましょう。はい、これで、ターバンをしますね。はい、でここの毛先を、収めるときがポイントで、ここをしっかり自然な位置で収めていかないと垂れちゃうので、
をしっかり収めていきます。はい、それで、あまり引っ張ってしまうとこの辺カラーがですね、危険なのでちょっと緩まった感じにしておきます。はい、まあ、ラップキャップはしてもしなくても大丈夫なんですけど、根元が明るくなりそうだったらキャップやめた方がいいので、今塗ってた感じ、キャップしても大丈夫そうだったんでキャップをします。塗った時点のリフトのスピードでするしないっていうのを決めてください。はい、キャップをします。こうですね、終わりです。これで終わり。そうすれば2時間で入りますっていうな感じで、はい、これで2時間で、終わりました。乾くと色が出てくるんで、はい、でこの状態で、まずヘナウォーターをつけて、それからヘナジェルをつけていきます。まあ、これもスタイリング剤みたいな感じなので、オーガニックなまずヘナウォーターを全体につけていきますね。でヘナウォーターつけた後に、まあ、ファーマスタイルの場合だと、このヘナで、腰を出してくれるので、はい、これに今度ヘナジェルです。このヘナジェルをつけます。これをですね、ちょっとジェル状になってるんで、これを毛先につけて、これを毛先につけていって、スタイリング剤として使います。ちょっとパリッとしてくれるので、髪に腰が、弾力と腰が生まれるので、でこのままですね、自然乾燥させるとこのウェーブがこのまま形状記憶してくれるので、スタイリング剤としても使えますね。で自宅だとこのまま自然乾燥とか、まあ、寒くなければですけど、これから寒くなってくるようになりますけど、寒くなければこのまま自然乾燥とかで大丈夫ですね、ファームの場合は。あと適度に束感を出してくれるので、こういう自然乾燥で乾かしてもいいかと思います。ウェーブがよりちょっとこの立体的に出てくれるので。であとスタイラーでちょっとやっていきます。はい、動画最後まで見ていただいてありがとうございます。今日は、パーマ結構ねかかりづらいモデルさんだったんですが、まあ、重く切ってパーマかけて、ニーケは結構しっかり目に置いたかなと思います。で急ぐ中でも急いでいいポイントと急いではダメなポイントというのがあると思うので、そのポイントを外さないで、2時間でカット、パーマ、インナーカラー、カラーですね。これを2時間でやってみました。はい、いろいろ細かい説明のところで、いろんな単語が、用語っていうか勝手に僕が作った造語なんですけど出てきたと思うんですが、わからない方は過去の動画を、ハイヤマカシ〇〇とか、例えばハイヤマカシ、例えばツイストバンドとか、なんかいろんな名前を組み合わせて検索していただければ YouTube で見ることができると思いますので、過去の動画を見ていただければと思います。はい、今日も、最後まで見ていただいてありがとうございます。ではまた、バイバーイ。